エナさんの地形図えな山、えな山、宝山は、長野県あ村と岐阜県中津川市にまたがる、基礎山無の最南端の標高2191メートルの山である。日本百名山及び新、花の百名山に選定されている。岐阜県は宝山形立自然公園に指定している。中津川の市街地を見下ろすようにそびえ立ち、そして農林平野や岡崎平野、 さらに遠く、伊勢平野の広範囲の地域から、その大きな串型の山陽を望むことができる美濃の最高峰である。山頂の標高2191メートルの最高点の南東には、一等三角点、展望台、江那神社、奥宮本社がある。山頂展望台は、周囲に、頭皮や、コ滅ツなどの背が高い信用樹林があるため、展望は、あまり良くない。 中津川の支流である黒井沢からの登山道と狩猟線の合流点には江那山頂避難小屋があり、その裏の岩場からは北アルプス、御岳山、中央アルプス、南アルプス、富士山などの展望が得られる。北東にある富士見大高原の真下を中央自動車道の江那山トンネルが通っている。北山6には中山道の馬込宿と妻子宿がある。 孫で生まれ育った島崎藤村が幼少時代に眺めていた山であり、夜明け前で描かれている。また、プロレタリア文学の葉山良識のセメント村の中の手紙にも登場する。古くは、えな山と呼ばれ、また角度により船を伏せたように見えることから、船福福山などとも呼ばれた。松平くんさんの吉祖シリング略で、アマテラス大臣がここで交誕され、 その稲がこの山に埋められたと記載されており、これが三名の由来とされている。新州側では、の熊山とも呼ばれていた。山の上部は、裏白もみ、コメツが、頭皮などの新葉樹林帯である。江戸時代の初期までは西面が、ヒノキやもみなどの微林であったが、その後の乱伐により荒廃した。他の斜面では、林道が整備されすぎや、唐松などが植林されている。 登山道では、岩内は、サラサダン、シャクナゲ、ショ,ウジョウバカマ、ズラヤクシュ、バイカオーレムなどの花が見られる。エナ山の風景山の上部は、新葉樹林で覆われている、山頂部に避難小屋や一等三角点がある、山頂部にある、エナ神社、奥宮エナ山周辺地域ではこの山に、アマテラス大臣が生まれた時のエナを収めたという伝説が残っており、 この山の名前の由来ともなっている。また古事記で、日本穂高が賀の峠で廃したのも、エ那山の神である。江戸時代中期には、毎年主験道者が礼拝に訪れ、前夜にエ那神社で禊そぎをして、登山を行っていた。また明治から大正時代にかけては、道路や登山道が整備されたことにより、エ那港が流行し、城小族を着た一般人が多く訪れるようになった。 現在、江那山山頂の江那神社奥宮には七つの社が置かれている。麓の中津川市の川上には江那神社がある。毎年4月29日頃に、富士見大高原の三坂小屋付近にて、あっち村と合同で安全を祈願する解散祭が開催されている。1893年5月11日に、英国人のウォルター・ウェストンが江那山に登り、江那さんを、 全世界に紹介した。これを記念して、毎年5月11日に、中津川市観光協会により、ウエストン祭が開催されている。冬季には、積雪があり、春先の残雪期にも注意が必要である。周辺には、以下の山小屋があり、一万竹草の田は、無人の避難小屋である。基礎山無役南部の狩猟線上にある。北の富士見大高原との安部には、 東山古道であった三坂峠がある。おさめ古山からの望む間接した江那山以下の主な源流の河川は伊勢湾と太平洋へ流れる。三角点付近は信用樹林に覆われているため、その横に設置された展望台からは良好な展望が得られない。江那山頂避難小屋の裏の岩場などからは、中央アルプスや稲田に南アルプス。 富士山などを望むことができる。ありがとうございます。